水槽の底などに敷く敷き砂をペットボトルを使って作ってみました。炭酸用の大きなペットボトルにカッターで穴を開け、ハサミで切ります。この真ん中の部分を使ってペットボトルビーズを作る要領で作っていきました。切り開いて青いペンで色を塗ったら、四角ではなくランダムに切っていきます。これをオーブンで加熱するとくるりと丸くなります。もっと加熱すると白っぽい色になります。重ならないように敷き詰めてたくさん作りました。透明なものと白いものを混ぜ合わせて水の中に落とすと、こんな風に沈んでいきます。段ボール丸見えのフラワーアレンジメントに敷いてみると、こんな素敵な感じになりました。ライトアップすると光って綺麗です。小さいお子さんが飲み込まないように気をつけてください。